夜になると闇の中から怪しい影が現れ、徘徊し始めます。妖怪たちの行列、百鬼夜行です。すごい。こんにちは皆さん、テリチャンネルのテリです。いつも動画を見てくれてありがとう。今日はですね、妖怪について勉強していきたいと思います。なんか妖怪はい、皆さん見ていきましょう。 OK。古来日本人は人知の及ばない不思議な現象や物体を妖怪と呼んできました。そうですか。例えば鬼、最もよく知られた妖怪で恐怖の象徴のような存在。そうですね。あるいは山に住み奇怪な現象を引き起こす天狗。めちゃ変な見る方ですね。人の理解を超え、時には害を及ぼす恐ろしい妖怪たち。ところが不思議なことに、日本人は妖怪が大好きなのです。そうですか妖怪と切っても切り離せない、そんな妖怪大国日本の姿を紹介しましょう。OK、 楽しみです。日本有数の観光地、東京浅草の浅草寺。江戸時代から庶民の信仰を集めてきました。そうとか、めちゃ古いですね。その近くに調理器具の専門店が軒を連ねる場所があります。その名はかっぱ橋道具街。これは初めて聞きました。プロ用から家庭向けのものまで何度も揃うことから、今やここも人気の観光スポット。私も行きたい。すごい。店先に飾られている奇妙な生き物、これがかっぱ橋の由来となったともされるカッパ。そう、妖怪です。変なシェイプ。カッパは水辺に住むいたずら好きの妖怪。ヌメヌメした緑色の体。そっか、カエルみたい。頭のてっぺんには水をためるお皿があります。そんなカッパが東京の真ん中で町の名前になっているのです。しかもこの町にはカッパのお寺まであります。すごい。草原寺、通称カッパ寺。すごい。天井いっぱいに描かれたカッパの絵。祀られているのはカッパ大明神。なぜカッパが神様なのでしょうか。そうかな、なぜってわからない。かつて江戸の町には運河が張り巡らされ、時に洪水の原因となっていました。ことの起こりは、この地で洪水を防ぐために行った川の掘削工事。その難工事を見かねて、なんとカッパが助けてくれたのだそうです。これがすごいな。それでこの寺でカッパを祭り、やがて地名にまでなったとも言われています。これがすごい。顔でちょっとカラスみたいですね。ここ長い。日本食といえば寿司。この寿司にもカッパが登場します。これは知らなかった。その名もカッパ巻き。そっか、カッパ巻き。お米と海苔で巻いた簡素な食べ物。そうキュウリのシャキッとした食感が愛されています。私も愛されている。キュウリはカッパの大好物であることからこの名がつきました。妖怪は日本の食文化にまで入り込んでいるのです。日本海に面した鳥取県境港市。この町には
妖怪の銅像が並ぶ通りがあります。800メートルの間に170以上の個性的な妖怪たち。忙しい夕飯時、座敷に上がり込んでお茶を飲んだりするぬらりひょん。これはちょっとエイリアンみたいですね、私にとって。実はこれ1960年代に描かれて以来人気を集め続ける漫画ゲゲゲの鬼太郎に登場する妖怪たち。漫画もあったか、すごい。この商店街は一時期寂れていましたが、1993年に妖怪たちが現れると人気の観光地に。妖怪が町おこしに貢献したのです。これはよかった。2020年新型コロナウイルスが世界を恐怖に陥れました。そうですね、大変。この時これ日本ではある妖怪が登場し、 SNS 上を駆け巡りました。これ確かに。アマビエです。アマビエかわいい。アマビエはおよそ200年前江戸時代に海から現れ、疫病が流行ったら私の姿を映して皆に見せなさいと告げたとされます。稚拙ともいえる現像をもとに人々が競い合うように現代のアマビエを描き、コロナ退散を願ったのです。そうかな、これは知らなかった。日本では妖怪が今なお生き続けているのです。これ確かに、めっちゃすごいな。確かにね、本当にめちゃくちゃかっこいいと、すごいです。I always had very big interest about mythological creatures for me, and in Japan there is a lot of them. そして、I like spiritual things as well so much. だからこの全部もあのスピリチュアルものから来ましたね。だから私にとってもこんなタイプのものでとても興味が大きいです。私は日本で行くとき、あのカパ巻きも食べました。そしてめっちゃくちゃ美味しかった私にとって、けど、いつもずっと思った、なんかなんでこの寿司の中にキュウリだけがありますか。そしてそんなタイプの大きな歴史があったので全然知らなかった。だから I am very happy to know it now. It has very very spiritual meaning that one too. だからとても嬉しいです。はい、皆さん次のビデオも見ていきます。始まります。 OK、 ここはどんな歴史かな。このオープニングもめちゃ面白いです。めちゃくちゃ可愛い、可愛いじゃなくて面白いな、書くものです。ここわ、人々に災いをもたらす元凶、名乗しがたい恐怖。古来人々は不可解な現象に魑魅魍魎がうごめく異界の気配を感じ取り、恐れあがめてきました。そうか、それが妖怪の始まりです。やがてその妖怪たちに名前が与えられます。8世紀に記された日本最古の史書「日本書紀」にすでに鬼という名の妖怪が出てきます。そうですね、妖怪たちがその姿を最初に人々の前に大きく表したのは古都京都。そうですね、これ千年も昔の話です。当時都は自然の猛威にさらされていました。洪水や干ばつ、飢饉など災いの元凶が何なのか分からず、人々は恐れおののいていました。日中は穏やかな都、夜になると闇の中から怪しい影が現れ、これは鬼滅の刃のストーリーみたいです。妖怪たちの行列、百鬼夜行です。すごい、何これ、いっぱすぎる。京都の古刹大徳寺真珠庵に
その様子を描いたおよそ700年前の絵巻が伝わっています。そうですか。この絵巻はその後も繰り返し模写され、妖怪画の手本となりました。私も見たい絵巻とは長くついた紙に絵を描き巻いて保管しておくもの。百鬼夜行絵巻は疾走する青鬼と赤鬼の姿から始まります。そして鳥のような妖怪、虫のような妖怪、すごい、ね、全部タイプのありますね。もはや形容しようのない奇怪なものたち。人々を恐怖に陥れた妖怪たちはここで初めてその姿をあらわにしたのです。確かに琴や琵琶などの楽器の妖怪、鍋やサジなど台所用品の妖怪もいます。すごい。実は絵巻に描かれた妖怪たちの半数近くは道具の妖怪なのです。確かにですね、私も見える。ここに日本の妖怪の特徴があります。岐阜市の宗福寺、ここに伝わる400年以上前に描かれた絵巻に奇物の妖怪たち誕生の物語が記されています。すごい、めっちゃ重い。つくも神絵巻と呼ばれています。とある屋敷でのすす払い、使わなくなった生活道具が道端に放り出されています。道具たちは捨てられた恨みを晴らそうと相談を始め、やがて妖怪となり人間に復讐していくのです。このように道具が化けた妖怪をつくも神と呼びます。日本では100年を過ぎると物にも魂が宿るとされていました。すごいね。そこで包丁や針、使い古した道具を捨てるときには塚を建てるなどして魂を鎮め、感謝の意を表してきました。そうしないと道具は妖怪になってしまうのです。すごいな。しかし人が道具を作り続ける限り妖怪は増え続けます。ここに日本の妖怪の秘密がありました、妖怪のあふれる国、日本。そうですね。日本の妖怪の種類は世界でも稀なほど豊富だと言われています。確かにうわ、このビデオもめちゃ面白かったです。 Some of these creatures was cute, like kind of cute, but like some of, most of them was very very scary looking. It's exactly same as all other like mythological creature in every other country too. でも日本はまだめちゃくちゃユニークですだから it had very different looking than I was expecting. だからちょっと怖いになりました。As we heard in the video.京都はめちゃくちゃ妖怪がありますね。そして That's why I loved to go in Kyoto, because when I went there, I was always feeling some spiritual things, and there is lots of that kind of thing there. And also, like, Kyoto is one of the oldest town in Japan too, and it's more mysterious for me. And as you saw my videos on my channel also, I went there pretty many times. でも I still haven't uploadビデオけど I've been there. そして I want to mention one thing that of course Georgia is very old country too, and we have this kind of mythological creatures as well. And I want to mention Kappa の妖怪
なんかこれの見る方は It looks like very much Georgian、mythological creature and its name is a Jinka. でもこれはジョージアでみんな怖いです because it's pretty much like a scary thing in Georgia because it's very small and looks like this dark and very scary eyes. And when I was small, I heard so many stories about this creature and I was getting scared, especially in my village because village I have it in like a middle of the forest my house だからめちゃくちゃ怖いだったいつもけど this kind of things I really really like to hear and study as well そして私は日本の妖怪も勉強してめちゃくちゃ嬉しいになりました next time I will go to Japan I want to visit these places so much what we saw in the video to feelMore mysterious when I go exactly on the place. はい、皆さん、今日のビデオはここまでです。他の日本の面白いな文化でビデオがあったらコメントで教えてください。最後まで見てくれてありがとう。次のビデオでお会いしましょう。またねー。